FM トランスミッター写真は自動車のシガーライターソケットに接続する iPod 向け製品 FM トランスミッターは FM 放送に準拠した変調信号で放送周波数帯の電波を送信するオーディオ用アクセサリーであるトランスミッターとは送信機のことであり時期からは FM 放送局の送信機アマチュア無線の FM 送信機なども FM トランスミッターであるが ここでは、オーディオ用アクセサリーについて述べる。FM トランスミッターは、ほとんどどれも送信用アンテナも含んでいる。主にパソコンや携帯型音楽プレイヤーなどで再生した、音楽等を至近距離の FM ラジオで聴くために、使われる。また、ミニ FM にも使われる。かつて、日本各地にあった、ドライブインシアターでは、音声を FM トランスミッターを使って送信し、車内に、 配信する手法が取られた。かつては、携帯型音楽プレイヤーとカーオーディオは、カセットアダプターを介して接続する場合が多かったが、現在では、カセットデッキを備えないケースが増えたこともあって、より簡便な FM トランスミッターが主流となっている。また、FM 電波を飛ばして再生するため無線で接続できるが、ケーブルを介して繋いだ場合と比べると音質は低下するほか、 周囲の車が FM トランスミッターを使用しているなど、近接周波数に送信機が存在する場合は、混信する場合がある。こうした端緒のため、近年、利用は低下傾向にある。また以前からごく一部の社外品、カーオーディオにおいて、フロント端子は存在してはいたが2000年代に、ハイル JVC がカー CD、カセットチューナーなどに積極的に、 フロント端子を搭載し2013年現在の社外品、カーオーディオのほとんどの機種で搭載されたので、FM トランスミッターもカセットアダプターも無用となりつつある。ただし純正カーオーディオに関しては、フロント端子搭載に消極的であり本体裏の純正 CD、チェンジャー用端子などに別売り用アダプターを接続しなければならずユーザーすべてができる作業とは、 言えないため取り付けはディーラーに依頼することとなりやや効果である。カセットアダプターの利用例、フロントの利用例、自動車用の CD チェンジャーにも AM、FM ラジオや AM、FM カセットで利用できるトランスミッターが備わった機種も存在しており、メーカーによってはトランスミッターを買い足せる機種もあった。これらの場合アンテナ線とオーディオユニットに割り込ませ、 接続させるタイプなので前日のような渾身の可能性は少ない。ただし取り付けはやや困難であるためディーラーやカー用品店に依頼することとなるためシガーソケット接続の FM トランスミッターとは大きく異なる。さらに CD チェンジャーの電源を切っていてもラジオにはやや雑音が入りやすいためラジオを聞かない運転者向けでもあった。電源は USB 式と AC アダプター式の二つに代別され、後者の場合はアクセサリーソケットから電源を供給するプラグと一体になったものも多い。また、携帯型音楽プレイヤーや携帯電話には FM トランスミッターが内蔵されたものもある。電波法令に規定する著しく微弱な電波を使用するため、 免許不要と謳っている製品がほとんどであるが、総務省の無線設備芝居テストにおいて出力が基準を超えると公表されたものも少ないとは言えず、自主回収されたものもある。任意制度であるが、民間団体が微弱無線設備を登録して、微弱無線マークを発行している。入手の際はこのマークを確認するのが良い。ありがとうございます。